ら何度言えばわかるんだ。白川、髪は黒、ピアスは禁止。さらしな、シャツは第二ボタンまで、ベルトは腰で締めろ。黒崎、靴のかかとは踏むな。これが見本だ。出直してこい。おい、何があった？別に、告白断ってるだけだよ。またお前か、薄い匠。やたら女を泣かせている男。もうちょっと言い方を考えろと言ってんだろ。今度泣かせたら承知ねえぞ。あのセリフなんか、いつまで経っても馴染めんな。生徒会の仕事で時間足りないし、これぐらい割のいいバイトじゃないときついんだが、こんなのもし学校の奴らに見られたら。わお、こりゃびっくり。会長だ。うずい。